はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回なんですけども、いよいよ、買いました。あれね、GoPro 11買いましたっていうところなんですけどもね。はい、まあ、買ったっていうのはポチっただけなんですけども、いつ届くかっていうと、ま、な、23日言うてたな。なんか9月の23日に届きますよ、言うてるんですけどもね。あれね、ポチっと押しても何の案内も来ないんですよね。なんかもう、普通やったらね、買いましたみたいな感じの Gmail にね、購入しました。Gmail で確認のね、メールもあるにもかかわらず、何のね、連絡もないとね、これね、めっちゃ不安やな、思って調べたらね、なんかそういうもんみたいですね。ね、もう何も落とさなしに、急になんかね、9月23日何日後にバッて届くみたいなんで、ね、俺の買った証明はどこ行ってんねや、みたいなところ、まあ怖いところもあるんですけども、あ、そうなんですよね。今回はあれなんですよ、言ったら、直で買ったんですよ、GoPro 直でね。GoPro 直で買うとね、なんて7万8000円するんかな、それが6万2000円で1万6000円ぐらい安くなるんかなっていうね。あ、そうか、あれよ、送料もあるから、6万4000円ぐらいかな。ちょっと安なるから、まあね。まあ、そっちで買いましたね。前はね、ヨドバシで買ったんですよ。ヨドバシはちょっと高いんですけど、まあ、ポイントつくけど、まあ、それでも1万円ぐらい損するんかな。まあ、一応、なんかもう、直接やり取り、なんかあった時に直接やり取りできるっていうところでね、魅力を感じ、ちょっとプラス1万で、ね、ヨドバシカメラで GoPro9 を買ったんですけどもね、もう、まあ、なんか、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、いいかと、ね。まあまあ、そんな壊れへんやろうと思ってね、まあまあ、その GoPro 11を、まあ、外れ引いたらいいやすよね。まあ、精密機械やから。外れ引くこともあるんですけども、今回はそっちで買いましたね。まあね、まあ、買ったんはいいんですけど、まあ、届くかですよね。届いて使えるかってとこですよね。ってとこなんですけどね。まあまあ、ほんと、まあ、なんか2年おきにね、すごい、言ったら奇数の時に GoPro ってバージョンアップがすごくなるみたいな話を聞いてたんでね。前回9から10の時はそうでもなかったなと思ってね。まあまあ、2年に1回ぐらいで石を買い替えるのはね、やっぱりあんだけガンガン使ってたら、やっぱその劣化もしていくんでね、やっぱ新しいの買い替えなあかんなーってところで、まあ、11な、何で買うか、なんで買う決断したかっていうと、やっぱね、バッテリーですね。バッテリーが同じものを使えると。前ね、GoPro 7買った時にね、9買った時にバッテリーがね、また新しく買い替えなあかんとね、僕なんかやっぱ YouTuber なんで、やっぱり9つぐらいにないと不安なんですよね、バッテリーがね。まあまあ、その、普通のトラン動画だけじゃなし、ファッションチェックとオタク訪問とかそんなやったらもうめちゃくちゃ時間もかかるんでね。なんでその GoPro 9のバッテリーを、まあまあ、また新しく買い直すんやったら結構お金かかりますよね。あれ、やったら4、1個、まあ3000が4000で、9日やから4000、4000かける6、6、6、2万4000ぐらいまだかかりますからね。それや、こんなバカバカしい話やるかと思ってね。バッテリーそのまま使えるっていうのと、まあ、映像がめちゃくちゃ綺麗になるっていうのとね。そうですね。めちゃくちゃ綺麗になるみたいですね。GoPro 10から11でめちゃくちゃ綺麗になるっていうのとか、まあ、でもその他ね、オプション見てみたらね、あ、なんかまあまあ、いいんじゃないかと、映像綺麗になってね、なんとか今年のカラサーに間に合ってね、で皆さんにね、僕そんなに美しい映像をこうお届けする系 YouTuber じゃないですけどね、他のなんか映像をいろんななんだカメラいっぱい持ってきて、この時のシーンはこのカメラ使ってとかそんなんとかならないんですけど、まあまあなるべくね、素敵な映像を送れたらなっていうところでね、やりましたっていうところですね。はい、まあ買いましたっていうところですね。まあ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 、どうなるかね、またね、詳細報告させていただこうかと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。